はい、こちら新長期にインド商用シタンという木材で作られている総鋲というものです。はい、この総鋲というのはインテリアの一種でございまして、お客様を、家に招くときですね、これを目で見て楽しんでいただく、いわばついたてになっております。はい、で彫刻の部分ですけども、例えばこちらに松の彫刻がございます。はい、それから下の方には戦争ですね、戦争の彫刻も入ってございます。これらはどれも長寿不老不死を象徴しているものですから、そういった、願いが込められてございます。はい、また梅の花などもね、ございますね。はい、さてこのインド商用シタンという木材、大変希少なものでございます。はい、よく言われるのがですね、10本あるうちに9本の商用シタンは中の芯が空になってしまっていると。はい、ですからこのようにですね、中の芯の材を、ね、使っているもので、これほど大きなものをというのは大変希少です。はい、しかも商用シタンが育つスピードも、大変時間がかかります。はい、このような大きさのものは、1000年以上の時間が必要になります。はい、ですから大変この高い価値が伺えます。はい、そうですね、とご覧ください。はい、全く穴の開いてない完全な状態の、商用シタンの芯材ですね、芯の部分でございます。はい、この商用シタン、皇室の人間ですとか皇帝の人しか使うことが許されていない、大変高級な木材でございます。